慈悲を。どうか、アインズ様に対する不敬、バーシーに値する。この世で最も意図高き御方に対して行った無礼、後悔しながら死になさい。誰と、あなたは。子供が石を投げた程度で乱暴だな。嫁のもらい手がないぞ。お前に言われても嬉しくない。アインズ様に無礼を働いた者には子供も大人も関係ありません。すべてことごとく死になさい。それは俺が許さないと言ったらどうする。この地を滑る王への反逆とみなし潰します。そうか、しかしこの俺の命がたやすく取れると思うなよ。かしこまりました。アインズ様、お前の名前を聞いていなかったわね。名乗りなさい。モモンだ。そう、モモン、アインズ様はあなたにご提案があるそうよ。我がナザリックの軍門に下れと。正気か。失礼ね。アインズ様はこの町を殺戮や絶望で支配しようとは思っていらっしゃらないわ。と言ってもあなたたちは信じないでしょうけど。俺に何をさせたい。だから今後この町でこの愚か者のようにアインズ様に石を投げる者がいたら、あなたがそいつの首をはねなさい。その代わりアインズ様がこの都市の無実の者を苦しめたりしないよう傍らで見張ればよいの。監視者としてはべれということか。少し違うわ。市民代表権、法の執行者という立場に立てということよ。悪法に従う気はない。そんな悪法を施行しようとは思っていないわ。でもあなたが剣をアインズ様に捧げないというのであれば、危険人物としてここで殺すわ。どれだけの人間が巻き添えになるとしても。分かった、受け入れよう。しかしこの町の人間を無意味に傷つけるようなことをしたときは、この剣がお前の、お前たちの首をはねると覚えておけ。